今日も直線の式の求め方をやろう今度は傾きと座標が分かっているときに式を求めるパターンねポイントはやっぱり一つ直線の式の求め方は y イコール ax プラス b y イコール ax プラス b で表せば OK だよこれさえ知っておけば大丈夫じゃあ問題見ていくよじゃあ例題ね次の一次関数の式を求めよう 括弧 1>, 1が点13を通り傾きが2である直線出てきたよ直線の式を求める問題直線の式を求める問題はポイントで y イコール ax プラス b もうね何も考えずに直線の式は y イコール ax プラス b もう書いちゃおう絶対使うからであとはヒントから考えるこの場合には点13を通り座標一つと傾きが2 うん傾きのヒントがあったじゃあどっから手をつけよう求めたいのはこの A の部分と B の部分が分かれば OK で傾きが2っていうことはあ A の部分分かっちゃった2つまり Y 2X プラス B ねあとは B どううやって求めよう B をするにはもう一個ヒントあったね点13を通るつまり x が 1y は3だから ここに代入すれば B 出てくるよね今、X、っていうのが1の時に、y、っていうのが3なんだから方程式になる。整理してこっち側に式書くと Y が3で X が1つまり 2×1 は2が b を足すとこうなるから b っていうのは1年、ね。 つまり求めたい y=x+b プラスの式は y=2x+1 プラスとこんな簡単に求められるんだよ。じゃあ同じように過去にも見ていこう点。点を通り傾きがス3である直線。直線って見たらもう何も考えずに y=x+b プラスと書こうこれだけで点取れちゃうから y。y ax プラス b あとは 問題文のヒントから A と B を求めよう。わかりやすいな。傾きはマイナス3。つまり y イコール傾き A がマイナス 3x プラス B ね。じゃああとは B 求めるためにこのヒント使おう。マイナス2のとき5とる。つまり x がマイナス2、y は5。だからこの式に代入しよう。y は5で。 X は2つまり− 3 ×ス2は6になるから6プラス、b、この方程式を解くと b っていうのはイ1になるだ,だから b はス1で a がス3直線の式は a がス3だから −3xb はス1だからス1でこれで求めることができたよじゃあ練習も見ていこう。 じゃあ練習ね練習1次の一次関数の式を求めよう。1が点 −1−8 を通り傾きが5である直線。直線の式はポイントね絶対覚えてこれイコールプラステストで絶対に使うから直線の式はイコールプラスじゃああとは問題文のヒントから式を求めよう。1点と傾きが5だから A は5って分かったね。b をあと求めよう。y=5x+b プラス、b、でヒントはもう一個マイナス1の時にマイナス8 x がマイナス1の時に y はマイナス8だから代入するとうんこっち側に式を書くよ。y はマイナス8で x はマイナス1一。ということはマイナスの5プラス b 計算すると b はマイナスの3 だからね求めたい直線の式っていうのはまず A が5だった 5X で B は -3 だったかだからここ Y イコール 5X-3 これで解けちゃうよじゃあ過去2年今度は点4 3を通り変化の割合が2分の1である直線直線って見たらもう一瞬で Y イコール AX プラス B と書いちゃうであとはじっくりヒントを考える 点四三を通って、今度は変化の割合が二分の一を傾きじゃなくて変化の割合って出て,てない。覚えてる変化の割合。変化の割合っていうのは x の増加量分の y の増加量。難しい言葉で言うとね。でも結局何かっつったら a のことね。傾きと一緒。変化の割合っていうのは傾きと一緒だから、二分の一っていうことは a が二分の一なの。つまり。 難しい言葉で言ってるけど a が2分の1ですと教えてくれたじゃああとは y イコール2分の 1x プラス b にもう一個のヒントから考えよう点43を通るんだから y が今3で x は4 2分の1かける4は2でプラス b つまり b っていうのは1っていうことねうん。 b が1だって分かったら直線の式 y=ax+b イコールプラスはどうなる A は今分ので b は1だからこううんこれだけ覚えておけば解けるよじゃあもう一個だけ練習やろう練習2ね次の1次関数の式を求めよう。を通り直線 y=3x+9 イコールプラスに平行である直線まず直線の式は 機械的に y 等于 a x プラス b のことなんだ。ここまでは書けるようにしよう。で、ヒントを探すよ。次に点マイナス一マイナス二を通ってて、直線 y ール三 x プラス九に平行。ここが初めてのパターンだね。え、直線に平行ってどういう意味？これはね、注意点。覚えよう。テストに一回は出てくるパターンだパターンだよ。平行っていうのは 実はグラフで見ると傾きが等しいことを平行って言うんだ図見て2つの直線平行だったときに傾きはどうなってる x が1進んだ時の y の増えた量これが傾きだとしたらこの2つの直線一緒だよね。平行っていうのは傾きが等しいこと。 これを知ってると直線 Y イコール 3X プラス Q に平行っていうのはこう言い換えることができるよ傾きが一緒直線 Y イコール 3X プラス Q に傾きが一緒だったら求めたい直線の式は傾きが3だねつまり A が3、うん、Y イコール 3X プラス B ここまで分かったよ あとは点マイナス1マイナス2を通るを入れるだけ。そうすると y はマイナス2で x がマイナス1だからマイナスの3プラス b。計算すると b っていうのが1年、ね。つまり求めたい直線の式は y イコール a つまり傾きが3で b 切片が1。y イコール 3x プラス1。これが直線の式ね。 じじゃあ同じパターンで2見よう点25を通り直線 y イコース2 x ス2に平行である直線じゃあ考えると直線なんだから y=ax+b イコールと置けるそれからヒントを探そう2と5を通り直線 y イコース2 x − 2に平行なんだって平行はポイント傾きが一緒。 つまりここね傾きがマイナス2って言ってるんだから計算するとマイナス 2x プラス b うんあとは2と5を通ることを入れてやればいいから x が 2y が5入れちゃうと y は5でしょ x が2だからマイナス4プラス b これを計算すると b っていうのが9ということがわかるつまりね。 求めたい直線の式は y イコール傾きがマイナス2で切片 b が9こんな式だということがわかるよ。平行は傾きが等しい。これは1問はテストに出るから今日覚えておこう。今日のポイントね。直線の式はとにかく y イコール a x プラス b と表そう。これだけ知っておけば OK だよ。